石油イは、ハエモクミギワアバイカに属する昆虫。幼虫が原油の中で生活するという特殊な生態で知られる。ヒーリオマイア属のタイプ種。石油イは、アメリカ合衆国カリフォルニア州にあるアスファルトの池、ラブレアタールピットから初めて発見され、新種として記載された。主にその池に生息していることが知られるが、世界的な生息状況は、はっきりしない。 幼虫形態成虫は体長約1.5ミ、mm、リメートル。体色は全体的に黒色。足も黒色。平均根は黄色で根棒部は白色。腹眼には多数の毛がある。触角第三節は第二節よりやや長い。羽は概ね透明だが、心因脈付近は薄く色づく。生体幼虫は体長5から12ミリメートル。 主に原油の表層近くを泳いで生活し、原油に落ちた小昆虫などを餌としているとされる。原油は通常昆虫にとって有害な物質であるため、石油場への幼虫以外に、原油内で生活できる昆虫は知られていない。幼虫は成熟すると、近くにある植物の茎などに登り、そこで溶化する。石油場への幼虫からは、 多数の従属栄養性バクテリアが発見されており、原油の分解酵素などを持つ種などが含まれているか、研究者から注目されている。実際に、動物学者のウィリアム・ホーマン・セロップは、石油媒を間違いなく、世界中から生物学的な関心を集めているものの、一つと評している。幼虫の腸では、通常の原油内に含まれる100-1000。1000 倍の個体数のバクテリアが生息しているとされる。含まれているバクテリアには、グラム陰性菌で、原油中にも生息しているプロビデアレットンゲリーなどがある。しかしこれらのバクテリアが石油場への幼虫の生活に何かしらの貢献をしているという証拠はない。ありがとうございます。